はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちはかもしれません。坂田と申します。のっけからやります。ここにですね、輪と鎖があります。で、こちらの方ですね、輪を鎖リングを下から鎖に通します。で、この状態で落とします。そうすると落ちるはずの輪がどうなるか。繋がってしまいましたが、で、これをですね、繋がっている輪をですね、と息をかけると外れると。ということで、こういうですね、不思議なのものをマジックと言いますけども、この度ですね、うちの、コミュニケーションマジックの師匠のミスターヒーローが、ギフト名古屋に25日来られます。で、何をやるかというとですね、また当日のお楽しみなんですけども、こういうですね、バースデー予言術という、1年365日の誕生日ピタリと当ててしまうというすごいマジックだったり、これも名刺サイズ大のカードですけど、こっちがグルメ用現実というですね、ここに書いてある料理を、何人様でもピタリとですね、一番好きな料理を当てるというですね、ものだったり、すごいですね、なんで誕生日を分かってまうのとか、なんで料理が分かってまうのとか、その人が考えていることとか、そういったものも分かってしまうというですね、いうことで、非常に、これはですね、飲みの席とか懇親会の席とかで初見でやると非常に人気がある、マジックなんですけども、そういったマジックをですね、披露していただいて、なおかつですね、どういうふうにやればいいのか、しかも、練習いらず、原理さえ分かれば練習がいらないという、すごく不思議なのにすごくやりやすい、なおかつ、まあ、名刺なので名刺入れ等にか入れていつでもできるという形の、すごい不思議なマジックがコミュニケーションマジックです。で、ですね、こちらの方25日ということで、実際にですね、覚えた、私以外にも覚えている方何人かいますけれども、やはりですね、最初にこういったマジックをやって、で、お客様にもしくはモテたい時に、まあ、私は仕事オンリーで使いますけれども、やると非常にですね、お客様の心に残る、あの人すごい誕生日当ててしまった人だみたいな感じで残るということで、非常にですね、これ営業手法としても有効ということです。で、そういうですね、口下手な方、もしくは営業成績それなりにあるけど、もっとですね、お客様に覚えていただいて営業成績バリバリ上げたい方などなどですね、ぜひとも、お越しください。また、こちらの方はですね、この動画を貼っつけてあるブログかツイッターのツイート等々にですね、開催案内の方ありますので、ぜひですね、こちらの方、不思議なコミュニケーションマジックを身につけてバリバリコミュニケーションですね、していただければと思いますので、ぜひともお楽しみください。25日です。お待ちしています。では。